先輩先輩。おつむぎ。大変だよ。炎上しちゃったよ。炎上？ YouTube に人の動画の内容を真似たものを投稿してたら、パクリだって炎上しちゃったよ。そりゃ超笑えるのだ。笑い事じゃないよ。アンチの人からの誹謗中傷が絶えないんだよ。ストレスで腫れちゃいそうだよ。そんな心配する必要ねえのだ。合成音声の動画だから、顔出しをしてるわけでも肉声を載せてるわけでもないのだ。炎上しても身分が隠せてのほダメなのだ。そうだった。アーシ無敵だった。だから言いたい放題言った後は放置でいいのだ。でもやっぱり気になってストレスだよ。パクリ散歩って呼ばれてるんだよ。最悪だよ。それならストレス解消におすすめの方法があるのだ。どんな方法？スコるのだ。アホタレ、冗談言ってる場合じゃないよ。アーシ本当に困ってるんだよ。別に冗談じゃないのだ。男も女もスコればスコるほどオキシトシンというホルモンが脳や血中に分泌されストレスが軽減されるのだ。そうなの。具体的にはオキシトシンによってストレスへの反応が変化することも分かっていて、多少のゴタゴタなんかはまあいっかってなるのだ。楽観的になれるってこと？冷たく言えばそうなのだ。だから不安なことや嫌なことがあった時には迷わず作るべきなのだ。そう、そうなんだ。ちなみにここで重要なのはちゃんと最後まで作るってことなのだ。さあ最後まで。紬は一人で作りきることできるのだ。作りきるってなんだ。難しそうなら僕も手伝ってやるのだ。死んでも断りだよ。紬紬。ずんだもん先輩。よっすなのだ。くん、こんにちは。む、珍しくしょんぼり顔面なのだ。なでかあったのだ。最近ちょっと寝不足でね。寝不足？最近読んでるミステリー小説が面白すぎて、続きが気になって眠れないんだよ。興奮しちゃってるのだ。そうなんだよ。すぐに入眠できる方法ってないかな？そりゃ有用なのが一つあるのだ。そうなの。スコるのだ。アホタレ、変なこと言わないでよ。変なことじゃねえのだ。スコると脳内にエンドルフィンが分泌され、その鎮静作用によってぐっすりむにゃむにゃなのだ。そう、そうなんだ。ちなみにここで重要なのはちゃんと最後まで作るってことなのだ。さあ、最後まで。紬はちゃんと一人で作り果てることできるのだ。作り果てるってなんだ？僕は毎晩寝る前に作り果ててるから、毎日ぐっすりでいつでも健康なのだ。まあ、まあ先輩が元気なのはいいことだよ。ただ内股がいつもかぶれ腐ってるのだ。綺麗にしてから寝なさい。先輩先輩。おつむぎ。今日保健の授業でがん細胞の勉強をしたよ。遺伝子に異常を持った細胞が酵素を分泌しながら浸潤していくだなんてすごい怖いよね。興味深い現象ではあるのだ。アーシもがんになったりするのかな？まあガチャ要素があるから長生きすれば可能性は高まるのだ。予防する方法はないの？規則正しい食生活を毎日続けるしかないのだ。アーシぐたらだからきっと無理だろうね。じゃあそんなぐたらなつむぎにふさわしい楽してできるがん予防法を伝授するのだ。え、どんな方法？スコるのだ。アホタレ、期待して損したよ。いやいや、スコるのは立派ながん予防なのだ。そう、そうなの。前立腺がんの予防になるとされてるのだ。アーシ女だよ。女だとしても乳がんの予防になるのだ。どうして予防になるの？まだよくわかってないことも多いのだけど、前に話したオキシトシンやスコると副腎皮質より分泌されるデヒドロエピアンドロステロンというホルモンが発がん性物質の分泌を抑えているんじゃないかと言われてるのだ。そんな仕組みが？ちなみにここで重要なのはちゃんと最後まで作るってことなのだ。さあ最後まで。紬は最後まで作り散らすことできるのだ。作り散らすってなんだ？難しそうなら僕が手本見せたるのだ。こんなものに手本なんかないよ。終わった後に先っぽが三つ股に裂けるのだ。それはきっと間違ったやり方だよ。紬紬。ずんだもん先輩。よっすなのだ。くん、こんにちは。む、珍しくくにゃくにゃ顔面なのだ。なでかあったのだ。大したことじゃないんだけど、ちょっと今日頭が痛くてね。気圧のあれなのだ。まあそんな感じかな。なるほど、生理なのだ。ちった、気を使え。でも紬にくにゃくにゃは似合わんのだ。お前には笑顔でいてほしいのだ。先輩。だから紬にはとっておきの頭痛解消法を伝授するのだ。どんな秘策なの？スコるのだ。アホタレ、足本当に痛くて困ってるんだよ。だから本当に即効性のある方法を提示してやってるのだ。ほ、本当なの？スコることには鎮痛作用があるのだ。どういう理屈でそうなるの？まだ理屈はよくわかってないのだけど、スコると生理痛が和らぐという報告は山ほどあるし、一応実験結果もあるのだ。実験？まず最初に作る前の女の指先を徐々に圧力を大きくしながら圧迫していき、これ以上は痛くて無理って女が思う数値を出すのだ。ほっ。そして次も女の指先を同様に圧迫するのだけど、この際女には作らせるのだ。変な実験だ。
ただこうして数値を測ってみると、使ってる最中とそうでない状態で女の痛みの限界値に平均して 100% の差が見られたのだ。つまりそういうことしてない時は10の圧力で痛くて無理ってなったけど、そういうことしてる時は20の圧力まで耐えられるってわけだね。一応まだ女での効果しか示されてないのだけど、つこるとなぜか痛みが和らぐのだ。感覚が麻痺するのかな。いや、実は撫でられたりくすぐられたりした際に感じる感覚には変化は見られなかったのだ。ってことは痛みだけを抑えるってことだ。だから生理痛だけでなく、怪我したりした時なんかもすぐその場で作るといいのだ。それより先に応急点てだよ。ちなみに今回は最後まで作らんでもいいっぽいから、痛みが引くまで軽づこりでいいのだ。軽づこりってなんだ。もちろんガチづこりでチラシ派で切ってもいいのだ。つこるの複合同士が豊富すぎだ。先輩先輩。おつむぎ。知ってる。最近日本人の平均寿命が下がってきてるんだって。そういや2年連続で下がったみたいなニュースを見たのだ。やっぱコロナの影響かな。かもしらんのだ。ちょっと悲しいよね。と言っても相変わらず日本は長寿大国なのだ。女の寿命は世界一らしいよね。ただまあ長く生きりゃいいってわけじゃないのだ。それはわかるけど、足は200歳まで生きたいよ。魔女なのだ。でも足生活バランスとか悪いしぐたらだから、そんな長生きできないんだろうな。じゃあ今のうちからでもできる長寿のコツを教えるのだ。え、コツがあるの。作るのだ。アホタレ、むしろ寿命が縮みそうだよ。いやいや、実は作る回数が週に2回以上の男と月に1回の男を比較すると、前者の10年後の死亡率が後者のそれのおよそ 50% になるというデータがあるのだ。死亡率が半分ってこと。そういうことなのだ。でもちょっと思ったんだけど、因果関係が逆ってこともない。ふむ。そういうことをたくさんしたから健康で長生きってわけじゃなくて、健康だったからそういうことがたくさんできたって可能性もあるよ。そいつはいい視点なのだ。でしょ。ただマジで作ることが長生きできる秘訣である可能性もあるし、作っておいて損はないのだ。な、なんかぼやっとしてるなって思ったんだけど、さっきの出たって男の人だけでしょ。女は関係ないんじゃない。作っておいて損はないのだ。はぶらかすな。バカ、アホ、おたんこなす、嘘つき、つむぎつむぎ、小金虫、あれや、ずんだもん先輩。取り込み中だったのだ。いや、SNS でアンチコメを書き込んでただけだから大したことじゃないよ。アンチコメ。YouTube にコント動画を上げてる人がいたんだけど、その人芸人さんや脚本家さんのネタをパクってたんだよ。最低でしょ。は。それがバレて絶賛炎上中なんだよ。だから橋も便乗してアンチコメをたくさん書き込んでます。正義の鉄槌だよ。いえ、つまんない。パクリ散歩。才能がなくて人の猿真似しかできない陰キャ。無能ゴミクスゲロチンポ。これあかんのだ。つむぎが分かりやすい失敗をしたやつに石を投げつけることで、クソミミッチー自尊心を満たすこと以外何一つなすことのできないネットにありふれたての施しようのないまでに無自覚なボンブになり下がっちまったのだ。は、アッシュは一体何を。我に返ったのだ。アッシュとしたことが頭に血が上っちゃってたよ。つむぎにしちゃ珍しいのだ。でも最近こんなこと多いんだよ。他人の荒探しをしてそれを必要以上に攻撃したがるというか、強量になってきたっていうか。大人になるってのはひょっとしたらそういうことかもしらんのだ。そんなのやだよ。アッシュはずっと優しい人でいたいよ。じゃあそんなつむぎにとっておきの秘技、人に優しくなるおまじないを教えてあげるのだ。え、そんなものあるの。作るのだ。アホタレ、デタラメはよしてよ。デタラメじゃねえのだ。作ると分泌される脳のオキシトシンだけど、こいつは扁桃体の不安中枢の活動を低下させるのだ。つまり不安感が抑えられるってこと。簡単に言えばそうなのだけど、ここで重要なのは、作ることによって抑えられる不安感とは、対人リスクにまつわることにおいて顕著ってことなのだ。全部の不安感をなくすんじゃなくて、人に対する不安感だけをなくすってこと。一度他人が失敗したり裏切ったとしても、それを許容しやすくなるってことなのだ。つまり人のあらを許せるようになるわけだ。だから頭に血が上った時こそ作るのだ。な、なるほど。って思ったんだけど、先輩って尋常ならざるレベルの短気だよね。打ち食らわされたいのだ。でもそれって今の話と矛盾しない。矛盾。先輩って毎晩そういうことしてるんでしょ。それなのにそんなに短気なのっておかしくない。そりゃ話がちょっと違くて、毎晩作っているからこそ今の状態でなんとかなってるのだ。つまり毎晩してなかったらもっととんでもないってこと。もし一日でも作り損ねると、あっという間にあらゆるものに消え散らかすネットの怪物になっちまうのだ。ぜひ作り続けてください。